まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、僕双子なんですよ。二卵性なんで似てない方なんですけど、まあ僕は全然似てないと思ってます。声とか最近なんか似てるなって自分でも離れて感じてます。どうなんすかね、やっぱサッカーやってんかったら何してたかな。プロボウラーでも目指してたかもしれないですね。最高240ぐらいですかね。結構あの行きますよ選手と。はい、この辺り富士まで、はい、ラウンドオンまで行きます。人生で一番高い買い物は車です。今のところはあの日産のエクストレイルですね。はい、そうですね。今、まあ、あの最近なんですけど娘が生まれたので1月に、はい、なんであの娘のおもちゃとか。僕の学年が何人だ、何人でしたっけ。あ、富士。あ、7人です。7人いるんで、なんか結構7人仲良くやってます。すごい。なんか人に流されないですね。結構意志は固い。意志が多分強いと思います。むしろなんか自分持ってるねっていうよく言われるんですけど、まあ、自分的には普通だとは思ってるんですけど、うん、でも自分で決めたことは、うん、曲げたくないって感じですね。で、まあ、さっきの映像を見るとなんかちょっと高校時代は体が今より細かったっていうのと、まあやっぱ、うん、まあ精神的にもやっぱり強くなったのかなっていうのは、まあ、高校大学で、まあ、今のこの2年目っていうのを通して、まあ、精神的にはかなり鍛えられてはいるのかなとは思います。まあ、でも自給自足と考えて、まあ、海があるから僕だったら森芋って言ってますかね。あ、でも自分で作れるからな。森芋何もいらないですかね、逆に。あら、逆に。まあでも一番仲いいっていうか面倒見てくれてるのは染谷選手ですかね。結構いつも一緒にいますね。一番よくいるのはやっぱ不幸院ですかね。不幸院でもあいつ俺のことちょっと結構年離れてるんですけど結構舐めてるんですよね。いや言ってましたけど、まあ、全然舐めてないですよ。実際そういうのどう？いや、尊敬しかしてないですね。まあ包丁みたいな、なんかこう切れるものがあるといいかなっていうのがあります。まあなんか、まあ、理由としてはあれですね、なんか 木とか竹とか切るのもやっぱそうですし、魚とか虫釣ったら切って調理もできますし。お布団ですかね。布団、はい、やっぱ寝床は大事です。そうですね、やっぱちょっと睡眠ちょっと寝れないとちょっとしんどくなっちゃうんで、やっぱちょっと質のいい睡眠を求めるかもしれないですね。温泉とかかな。温泉行きますね。そうですね、一人で行ってゆっくりして、で、まあ、温泉ですね。なんか今欲しいものとかってあります？服とか欲しいかもしれないですね。はい、冬になるんでなんかいい服あったらいいかな。おしゃれですか？いや、
おしゃれじゃないですね。いつもみんなに先輩とかにいじられてるんで、おしゃれじゃないです。おしゃれになりたいですね。なんで皆さんいい服あったらお願いします。いやレンジはないんですけど。ないんですか。はい、どうしてるんですか。いやもう全然レンジ使わなくて作ったりしてるんで、作ったものは全部食べるっていうスタンスで生活してます。一人暮らしですよね。はい、自炊をしてる。自炊してます。結構一人暮らしはレンジないときつくないですか。いや全然きつくないですね。もうご飯もおかずも全て自分が食べる量だけ作って、作ったものはもう多くても全部食べちゃうっていう。俺じゃね。一番してそうなの。それはお金の管理は奥さんですか、伊藤選手。僕何にもしてないです。奥さんが、うん、しっかりされてる人、うん、気を使ってる。なんだろう、納豆が体にいてずっと聞いてたんで、毎朝納豆食べてます。まあでも大体外食ですから、まあ、でも朝とかは、まあ、作る、自分で作るんで、まあ、作るっつうのも納豆を混ぜるだけですけど、はい、納豆が好きなんで体にもいいってことで。走れアスル、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 走れアスル。